今日なんですけど、僕が陰キャみたいなのがあんまり好きじゃなくなってきたっていう話をしていこうかなと思います。昔は本当にみんなでワイワイみたいなのやってたんですけど、もう、だからそういうワードにちょっとイラついてきてまして、ちょっと、おい、かかってこいよな、おい、ネチャネチャしやがってや、調子乗ってんじゃねえぞ、おい。っていうような状態が、まあ、今の僕の陰キャ感ですよね。で、なんでその陰キャっていうのが嫌いになってきたかっていうと、まあ、端的に言って、陰キャは子供なんですよね。まあ、その年齢が上とか下とかじゃなくて、精神的に人との関わりが少なく、人の気持ちが考えられない子供な人が多いっていうことですよね。まあ、単純にそうですね、性格が悪いっていうか、結構攻撃的なことをコメントとかでも書いてきて、あれ？僕今なんか言っちゃいましたか？みたいな態度でなんかひねくれてるっていうか、まあ、ひねくれてるもひねくれてるで、その陰気な感じなら、ただ陰気な感じならいいんですけど、陰湿な感じでトゲトゲしいことを言ってくる人が今時の陰気なのかなと思ってます。でもそれって、まあ、人の気持ちが考えられないからなんですね。なんか僕だって高校生とか何年か前とかは結構トゲトゲしいこととかネットで人に言ってたりしたのかもし、した、したかもしれないんですけど、やっぱり結構こうやって発信をしてってそういうこと言われるって普通に傷つくんですよ。けど、その匿名か、その自分自身かっていうのがかなりそのメンタルのダメージが違っていて、めちゃくちゃやっぱトゲトゲしいこと言われるのってきついなって思ったので、僕もあんまり他の、その YouTuber の人とかをいじったりっていうのがあんまりしなくな、し、なんかあんまりしないようにしていこうっていう感じになってたんですよね。まあ、これは、この思想は、かの有名 YouTuber、コムドットヤマトさんの書籍にも書いてある。おい、てめえよ。読んだことあんのかな、聖一ちゃんとよ。バーンしてるけどよ。え、僕は、YouTube 活動をしていく中でアンチコメントする人の正体に気づいてしまった。アンチコメントする人は友達がいない人なのだ。アンチコメントを書き込む人は大抵学生に多いと思うのだが、その人たちはまだ友達がいないだけなのではないかと僕は考えている。人は出会いの数だけ成長できる。背が高いやつには背が高いやつの悩みがあって、背が低いやつには背が低いやつのコンプレックスがある。どちらとも友達になれば、両方の気持ちを知ることができる。人の気持ちを考えるには想像力だけでなく、経験も必要だ。人との出会いが多くなるほど、人の気持ちもわかるようになる。僕は2年前に比べると人のことをだいぶ許せるようになった。多くの人と知り合い、時に自分の気持ちと人の気持ちが同じじゃないということを理解できるようになったからだ。一般的な学生生活を送っていれば、高校を卒業する頃には人の気持ちを考えられるような大人に成長していて、アンチコメントなど書き込まなくなるだろう。僕自身も学生の頃は人のことを傷つけた経験があるし、逆に傷ついたこともある。勉強の他にこういった人間関係を学ぶために学校の意義があると言っても過言ではない。しかし、何も学ばずに大人になり、言葉の暴力で人を傷つけないと正気でいられないような人がいるのは、救いようがない。そういう人の気持ちを考えられない人のことをアスペルガーとか言ったりするみたいですけど、まあそれって単純にやっぱ人付き合いが少ない人っていうだけなんじゃないかなっていう感じはしますよね。だからアスペルガーっていう病名っていう方を、その友達が少ない人間関係が少なかった、これまでの人間関係が少なかった人に当てはめてるというだけで、まあそういう人たちって全員アスペルガーなんじゃないかなっていうか、正直僕、アスペルガーとか、その精神科、心療内科で診断され、言われましたけど、なんか、納得してないですからね。僕はネットでその自称 ADHD とか、アスペルガーみたいな人、割と嫌いな方なんでね。あ、こんな状況に行ってる自分って特殊でしょうみたいな。ちょっと異端ですかみたいな。もうなんか、それ、かわいそうだと思われたいのかなみたいな感じが、ちょっと感じちゃってですね。そういう、精神病みたいな、考え方がちょっともうきついなっていう感じはしますね。で、そうやってなんか、
人をけなすようなコンテンツが、なんかここ数年でやっぱり、なんか暴露系チャンネルとか悪口系チャンネルみたいなのが増えたじゃないですか、なんか。そこの、まあ逆張り思考って言えるのかもしれないですけど、その世間の潮流がもう全員陰キャみたいになってきてるんで、逆にうざいなっていう感じですよね。なんか悪口っていう人の方がダサいなっていう感じですよね、本当に。まあ、そういう、マイナスなことを言ってる人たちって、まあ、自分の人生良くしようっていう気があるのかなっていうのが、まずわかんないですよね。なんか、そこに気づいてないのかなっていう。なんかマイナスなことを言ってる人たちって、まあ、正直、そんなことに労力割いてるんだったら、自分のことに時間使えばいいじゃないですか。なんか底辺系とかで、わざわざその陰キャ系、こいつは偽物だみたいな、YouTube チャンネル立てて、喋ってる人とかもいるんですけど、そういう労力をもっと人楽しませるコンテンツとかに使えばいいじゃないですかって思わないですかね、普通に。そういう悪口系コンテンツを増やしていっても、なんか普通に自分が幸せにならないって普通に考えればわかるじゃないですか。そういうところに労力を使ってしまう時点で、もうなんか生きてる意味なくないですか、極論言ってしまうと。やっぱ楽しくない人生になるじゃないですか。そういう人生って、なんか本当に、かわいそうなんですよね。かわいそうっていうか、うざいっすよね、普通に。なんか、僕は本当に負け組で、こいつは勝ち組で、本当に金持ってるけど、僕は本当の陰キャで、友達もいなくて、僕はうつ病で、精神病で、みたいな、はっていう感じですね。そういう、なんか人に対して嫌なことを言ったり、ネガティブなことばっかり考えてるやつが陰キャなんだとしたら、僕はもう陰キャとかいう枠で一緒にされたくないです。本当にこれは。そういうのがもう今の陰キャなんだったら僕は陰キャではない。後ろ向きなんですよね。なんか考え方が。すんごいどうでもいい。些細なことも、すごいなんか考察してきたりして、はって。なんか細かいところを、まあ、ねちねち言ってきたりして、その一面を見て、僕全体みたいなのを否定されてくる傾向があるなっていう。まあ、そのなんか、マジになりすぎてる感じ。その YouTube をガチになって見てる人って、その世間で見ると、割と、まあ、学生とかだと多いかもしれないですけど、割とそんなにいないんですよね。で、その YouTube 視聴に人生かけちゃってる感じがなんかもう、そのマジになりすぎてて、ちょっとキモいっていうか、思うんですよね、ちょっと。で、あとはその陰キャっていう言葉で同調意識を生もうとしてるんじゃないかなっていうのがもうキモいんですよね、なんか。そうやって陰キャっていうステレオタイプの方に、あ、こいつは陰キャ、本物の陰キャじゃない、こいつは陰キャだ、みたいなジャッジをして、型にはめることによって人を判断しようとしてるっていう。人間って、まあ、MBTI 分析みたいな、流行ってますけど、そういう型にはめることによって判断しようとするのって、まあ、思考停止なんですね。まあ、単純にだからなんか考えようとしてないっていうか、まあ、子供なんでしょうね、だから。まあ、単純にね、型にはめることで、自分の脳の消費をなんか抑えようとして、短絡的な思考に陥ってるっていうような人が多いのが、なんか、別に僕が関わってるわけじゃないですけど、普通に、そういうのが目に入ってくるだけでちょっとイラッときたりしますね。結局それって、陰キャっていう言葉で同調意識を生んで、群れてるだけじゃんっていう。まあ、そう思うことが結構ありましたね。もう、僕のなんか、ファンクラブオープンチャットみたいなのとかも、2年くらい前からあるみたいなんですけど、それって結局僕っていう、コンテンツを題材にみんなで群れたいだけですよねっていう。はって思いますよね。うん。だからもう僕は、陰キャ人間の一日ルーティーンみたいなのとか、もう動画を撮る作る気にもならないって、なんかそういうのを求めてるんですけど、あなたは変わっちゃいましたねとか、お前誰だよっていう感じですよね。本当に。だから、そういう人たちってほっとくしかないんですよね、なんか。まあ、わかりますね。まあ、同族嫌悪かもしれないですけどね。僕も、だって本当はマイナスなエネルギー持ってる人たちも、それ今は本当しょうもなくて人生どうにもならなさそうなマイナスなエネルギーばっかり抱えてる人たちも、2、3年経ったらまあ、前向きになってるかもしれないんで、どうしようもないですけどね。まあ、どうしようもないですよね、そういう人たち。だからもう、僕も普通に、
YouTube してて、最初ってあんまりやっぱブロックしたら、平等に人々の意見を聞くみたいな感じでブロックとかあんま全然使ってこなかったですけど、最近は割とバシバシ、もう凝り固まってるなとかっていうか、歪んだその執着みたいなのを感じる人とか、考え方がちょっと歪んでるなっていう人は普通にブロックしてってますね。で、そういうので自分が傷ついて、自分の活動ができなくなったら、本末転倒じゃないですか。その平等に意見を聞くどころか、その活動を継続できなくなることの方が普通にダメですよね。だからネチネチコメントしてる、ネチネチ人のことを言ってる人とかっていうのも、やっぱり、そういう人の心にダメージを負わせて、なんか、人を追い込んでってるっていうことをやっぱ、理解できた方がいいと思いますね。でそういう人のたちのうまくいってない日常みたいなのを僕に対してぶつけられることが結構イライラしたりしますよね。はっていう。何って。その YouTube 上で簡単にコメント書けるから僕に言ってるのかもしれないけど、もっと上に憎むべき対象って、ビル・ゲイツとか、イーロン・マスクとか、もっとそういう資本主義自体を恨めよって思いますね。僕を恨むくらいなら。まあ、ただ、その YouTube、っていうのを0から1に伸ばすっていう部分で、名前をどう売っていくかっていう部分で、まあ、自分をラベリングしないで売っていくのが難しいっていうのも事実ではあったりしますよね。ただ今から陰キャっていうのを選んじゃったら本当にセンスないかなと思いますね。今の陰キャっていうのは本当に触れない方、今は本当に触れない方がいい人たちがそういうの使ってるのかなって思いますね。最初の頃はその、こういうのあるじゃないですか。アーリーアダプターマジョリティみたいな。今どっちかっていうともう、なんか、大多数に行き渡った、もう焼き畑農業みたいな。最初はなんか新鮮な純粋な心の人たちが使ってたのかもしれないですけど、今ってもう、使い古されたキモい言葉になっちゃってるんで、陰キャとかいう言葉、まあ僕も、何ですかね、たまにテストみたいな感じで YouTube として数字がどれぐらい出るのかとかで使うかもしれないですけど、本心ではもうこの陰キャっていう言葉がめちゃくちゃ苦手です。